よし。あ、やったと。うわあ、ダウター。ありますあります。うん、大丈夫です。ごめんなさい、キャリーさん。また寄せてか。ね、得意なはずの。うん、ちょっとね。珍しいですね。ユーティリティであの感じね。ちょっと打ち込まなあかんって、あの。アゲンストが強いかなと思って、で今ティーアップしなかったですよね。しなかったのね。あれぐらいのはもう、はい 5,6 ですっていう人はもう何も考えんでいいけどね。俺なんかいろいろ 5,6、うん、50でもいいし P でもいいしとかってなるとね。ダウンは登っていきたいからね。奥エッジまで 50ですね。なるほどね。うん、やっぱり P かな。 P のが寄りそうな気すんねんな。転がした方がな。強いわ、強く入った。うわうわ、奥は何だろう。バンカーではないのか。バンカーじゃない、うん、うわ下がすごい状態だ。これはむずい。次なこれは。これはパターで行こう。これよ、この距離よ。これしっかり入れよ。これしっかり入れましょう。ね。これよね。うん、ナイスです。でもダボでした。やっぱりあのアプローチね。うん、いやね、ちょっとトップしたね。あれをふわっと上げてやろうかなとも一瞬思ってんけどね。はい、うん、ナイスショー。うん、大丈夫ね。うん、ナイスです。大丈夫でしょう。はい。よし、真ん中から打てる。うん、パーオン。パーオン目指しましょう。どこ狙いですか？あの奥の斜面のとこに、なんかね、逆カープみたいな。はい。シーロー。あの
視力検査したら左差す、そう左差す逆カープ、はい、のぐらいからドローみたいなイメージ。なるほど、わ、うん、かりました。安全に逆カープから、逆カープからのドローイメージ。なるほど、はい。止まって。おー、ナイス。うん、ナイスです。おー、止まった。はい、はい、結果 OK です。ナイスです。結果 OK です。ちょっと左出すぎましたが。なるほど。はい。衣笠幸男。はい。山本浩二。鉄人。赤ヘル。赤ヘル。うん。を、あっこ目指したからまだあっこで済んだんかなって思っときましょう。早かった。高橋芳彦やったね。ぎゅーっと途中からね。スピードスター。うん、早かったね。連続試合安打日本記録、うん。マジで。そして最後はぐーっと正田がバントで抑えてくれたみたいな。出た。2番セカンド。うん、正田構造。先生、野球はあんまり知らないですか？野球はあんまり知らないです。しかも結構昔の野球話なんで。はい。っていうよりナイスショットなんですよ。入れたらバーディーなんです。うん、はい、そこですよ、大事なのは。バーディー狙うよ、本当に。ショートはしたくないねんけど、ないねんけど、パーは絶対取りたいみたいな、うん、ね、あるよね。出だしはちょっとフック目、うん、その辺までフック目があるんですけど、うん、じゃあ、トータルまっすぐぐらいでいいってこと？あんまり曲がらないと思います。 OK。あ、ちょっと左だ。距離感は良かったけど、うん、ナイスパーです。やっとパー取れました。良かったです。良かったです。あの前回のゲイリープレイヤーでも、はい、8番目のホールで、うん、パーでした。セッタッキセッタッキ。さあ最後ですね。最後連チャンで、はい、パー行こう。パー5なんで、うん、比較的チャンスは。そうやね、はい、オッケーオッケー。ここは正面のバンカーまでが210ヤード、はい、うん、なんか俺当たったらコロコロって入るよね。はい、まあ、なのでこ右に行くか、うん、木の左に行くか、まあ、どっちかなんですけど、まあ、右なんか池が見えるもんね。そうなんです。行き過ぎると結構こういうラフ、うん、前下がりのラフになっちゃうので。ああ、ちょっと落ちるな。うん、うん、まあいいか、大丈夫です。まあ、いい失敗か。はい、はい、なんとか3を目指そう。はい、右のバンカーが180で入るので、はい、右のバンカーで、はい、うん、だからもうこれもちょっと、うん、まあこの木あるからあれやけど、うん、でも全然左からで OK です。左からでいいよね。はい、うん、
やっぱ左行きすぎた。うわフェードかからんか。もう次だ。あ出てこい。うん。大丈夫です。出そうかな。うん、はい。はい。全然前は抜けてそうですけどね。うんうん、こうちょっと右にこう行ってくれるかなと思ったけど、まっすぐやったな。うん、何ヤードぐらい？ピンまでは120で大丈夫。ピンまで120。はい。風はフォローですか？ちょっとこうね。フォローですね。ね。あ、大きいわ。うん。まあ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 。ちょっとしっかり当たったね。これは50度でいくわ。私。もうちょっと手前に落とすつもりやったけど行ったね。なんかこう逆目やったから、はい、5650の方がいいかなと思って、はい、それはい。さあ今日の不安距離最後にちゃんと決めようね。この距離を美味しかったですね入らんねこの距離ね。どうもありがとうございました。すごくいいコースで、何もそのことに関しては言うことありません、ただ単に僕の実力不足が悔しいだけでございます。楽しかったです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はね、はい、あのいつも宣言する、はい、ハーフ今日は45でとか、うんうんうん、43でとか、はい、まあ50以下でとか宣言して、はい、ずっとやってましたけど、はい、今日はもうそれやめて、はい、目の前の1打1打1ホールに集中しようと、そういうことですという意図でやりました、はい、で結果変わったかということですよね。そういうことですね。だいたい僕のイメージだと、まあ、ちゃんと数えてないんですが、トリ、ダボ、ダボとかありますんで、パー1個だけですよね。50ちょうどぐらいでしょう。惜しいです。いつも一つ多く言うんですけど、はい、今日49 49 、はい、でした、うん、でもそれぐらいね。それぐらい1つの、ダボ3つ、うん、であと、ね、パーが1つなんで、はい、要はダボが2つに、うんうんうん、トリの分、うん、3,4,5,6,7 と計算したら、うん、まあまあそんな感じですね。まあ前回の一人のコース、ゲイリープレイヤーコースの56から考えると、7打縮まりましたけども、はい、蛍原の法則の、まあ、47,8 そうですね、よりもちょっと1打いってると。あ、これはもう最初に宣言するしないは大して変わらないっていう結果が出つつ、はい、なんかね、なんやろね。ご自分で分析されててどうですか？はい、今日は本当に、最初にちょっと言ったんですが、飛ばそう飛ばそうっていうよりも、本当にベタ足気味の
このままの状態でもうこれぐらいの感じやから距離は出ないけどももうちょっとこう左右に行くのはグッとまとまるんじゃないかなと思って、スコア的にはもうちょっとまとめようと思ってやった打法でございます。はい、結果でもまあそのコースによりますけども OB はないですし、まあちょっとそれてますけども OB はないですし、何でしょう、いつもの僕のユーティリティもそんな悪くなく、やっぱりアプローチパターンで今日は叩いたかなっていうイメージですね。よかったのはあの林からしっかり出して、はいはい、うん、でそれを次につなげるというところがすごく今日は良かったですよね。良かったです、ね、よかったです。いつもやったらちょっとあれ欲張ってバンカー入ったりとかありますね。もうちょっと狭いところ狙ってコンコンコンと行くとかありますけど、はい、うん、距離が150以上残ろうが、はい、まずフェアウェイに置くと素直に出して、はい、ほんだら結果、ね、乗ったりしてましたから ね、 あ、 そうですね、うん、あとはだからやっぱパターがね、これぐらいの、あれは何じゃろうな。よいしょ、うん、ナイスです。大きいか、ちょっと気分転換で、はい、ちょっとパターを変えさせてもらったよ、一回、はい、チャンネル登録お願いします。